よっぽさん、こんにちは。私、以前の動画で、よっぽさんの抜けた羽、こういうのです。これをですね、皆さんにお配りできたらなみたいなお話をしたと思うんですけど、それがですね、できなくなってしまいました。申し訳ない。よっぽさんはですね、話すと長くなるんですけども、世界的にかなり保護されてる、貴重な鳥なんですよ。家で飼うためにも、例えばこういうね、国際希少野生動物運動会の登録表、こういう登録をしないといけなかったりとか、ほんでそれだけ世界的に保護されてるよっぽさんの羽を人に譲渡するっていうのは、例えば他の動物で言うと、象の牙を売るとか、象牙ってやつですね。お金持ちのね、家の絨毯に置いてそうな虎の皮をやり取りするような、いわゆるこうね、取引に規制がかかりそうな生き物の体のパーツ扱いになるかもしんないんですよ、この羽が。だからね、それを皆さんにお渡しするのはちょっとリスキーかなっていうことで、すいませんが、お渡しできなくなってしまいました。ねえ、私、よっぽさんの羽もいっぱい集めてるしさ、なんだったら見てよこれ。よっぽさんの体から出たこのよっぽパウダー、フケですよ。これも集めて皆さんにばらまこうと思ってたんですけど、こっちはいいかもしんないけど、逆に。よっぽさんが、この生き物全体の中において、かなり、レアリティが高い、もうウルトラレア級の生き物なので、抜けた羽すらかなり取り扱うのは慎重にしないといけないということです。というわけで、私とよっぽさんの今後の活動、生温かく見守っていただけたらなと思います。じゃあね、よっぽさん、ありがとうございました。頭の毛が早く直してください。バイ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 。